はい、ということで始まりました。今日はジャケンジー君のミュージックビデオ撮影にエキストラでもないのに、はい、アシスタントインマンプラス、今日はジャケンジー君のミュージックビデオ撮影、はい、どう見てもエキストラの方が豪華やんか。違う、あれ友情出演ですらなくアシスタントやから、出演もせえへん、アシスタントやから。小道具のスケボーを持つだで来たのが今雑務中の雑務。ジャケン雑務中の雑務、豪華やぞお前。ありがとうございます。周りおるだけ、まあ、別にこの歌ってる周りでこう立ってる感じでもないのに。やばいな。もう衣装忘れたこと2ヶ月ぐらい言うたるから。あん時っつって取りに行ったから、やめてください。今聞いてくれる？もう初めての PV 撮影やのにな、衣装のこと何も考えてませんでしたっつってな。いや俺もなんすよ。俺もなんすか。おお、ジャケン、ジャケン、ここに仲間おったぞ。ここに仲間おったぞ。こいつの初めての PV 撮影の時に衣装のこと何も考えてなくて大変やってんで。僕も大変でした。よかったよ、仲間おったやん。大変です、大変です。初めての PV ってそんなもんすか。そんなもんす、そんなもんすね。何も考えてないっすね。そうなんすよ。よかったやん、ジャケン。クオリティだけ求めるっていう仲間おったやん。はい、そのクオリティを求める中に衣装は入ってないんですか。やっぱ衣装入ってるはずなんですけど、やっぱ初めてやから、そのもう衣装とかっていうのでちょっと気分上がっちゃって、ちょっとそれはっこいのみたいな。なるやろ、ノブ考えたやろ。めちゃくちゃ考えたけどめちゃくちゃ考えたけど、ミュージックビデオどんな服で出ようみたいな。今とやったやつは考えるけど、俺も初めて全然考えなかった。じゃあとりあえず次の撮影場所行きましょうか。行きましょうか。はい、ネクストロケステージ。